広末さんの話はね、いろんな人が一丁が見してます。僕ももちろんね、広末さんの話題には事欠かない。まあ、なぜならやっぱり、下世話の話題、下世な話題じゃないですか。まあ、僕の YouTube っていうのは下世ですよ。下世話の話しかほぼほぼない。もう世間話の YouTube チャンネルだと僕のね、YouTuber 思ってるので、もう家にいてダラ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 とその日にあった下世話の話をちょっと話題にするっていうのも僕の YouTube だと僕は勝手に思ってますが、なので広末さんのこの不倫の話っていうのはまさにそこにドンピシャリに来る話題なのかなと思ってるんですよね。まあ、それ以外にも、まあ、ただ僕以外にももちろんいろんな人たちがいろんな話をしてるわけで、この話はね、とてもタイムリーなので。ホリエモンですかね、今はね、昨日今日はちょっとバズってるのホリエモンですね。で、ホリエモンはね、見たんですよ、僕はホリエモン。ネットニュースのネタにもなってるんですが、基本的には、ホリエモンは、鳥羽さんと鳥羽シェフと友達なんですよ、仲いいんですよ。だから鳥羽さん側の話なんですよ。で、まあ、キャンドル・ジュンさんのことは知らないですよね。まあ、真逆な感じですよね、ホリエモンとキャンドル・ジュンはね。キャンドル・ジュンさんが、前にもそういうことがあった、 LINE 見て示談したっていうね、相手方と示談した話は詳しくは語りませんが、名前を伏せつつ、彼女の LINE を見て、相手を確認して、彼女も分からないように相手のところに行って決着をつけたことがありましたっていう前の話をしてね、まあ僕とか多くの人は、それってあれ？もしかして佐藤健君の話なんじゃないの？みたいな感じで、まあ、ネット上でもね、佐藤健のこととか決着つけたって修羅場だったんかなとか、いろいろそういう話がね、突撃した相手が佐藤健だったと、健だったんじゃないかっていうような話が出てるということなんだけど、ホリエモンはそこに対してね、前もそういうので LINE を見て発覚した若手俳優と決着をつけたって言ってますか？みたいな感じでホリエモンは言ってたんですよ。若手俳優って俳優とか限定しちゃっていいのかなってね、言ってないだろうっていう話をね、いろいろ突っ込まれてましたけどね。で、僕はそのホリエモンのその動画を全部見た中で、結局ホリエモンが言いたいことっていうのは、10分ぐらいの動画の中で最後の後半、真ん中から後半ぐらいの方が言いたいことだっていう話で、要はキャンドル・ジュンさんの、その今回のマスコミに対する記者会見のやり方が斬新だったって、あれを見習いたいって話なんですよ、言いたいことは。でも前半の方は堀江さんはキャンドル・ジュンさんに対しての、まあ、嘲笑っていうんですか、なんかこうバカにした感じっていうんですかね、の感じの言い方で、ちょっと胸クソ悪いっていうのがこれですよ。堀江も好きだけど、この件は鳥羽さんが悪いでしょ。知り合いだから遠目に見すぎ。何の情報もないのは動画にしなきゃいけないのに、相変わらず人を小馬鹿にしただけの胸くそ悪い時間だった。キャンドル・ジュンさんのこと誹謗しすぎた後、話盛りすぎ、若手俳優なんて言ってないじゃん。ここね、若手俳優っていうふうに。キャンドル・ジュンさんへの物言いがちょっとひどい。間違ったことを暴露したことはジュンさんではない。だし、そうしたことを抗議するための命を捨てるにも言ってたけど、事実を分かってることには言わないです。そう。でね、キャンドル・ジュンさんがリークしたって堀江も言い張ってんですよね。証拠の手紙とかキャンドルさんじゃなかったらどうすんのか。言いっぱなしですか。影響力のある人から確信があることだけ発信してほしいです。今日はとても意地悪に感じました。最初の方は、要は、なんでか知んないけど、鳥羽シェフのフォローをしてるんですよね。まあ、大変そうだったんで励ましの言葉をかけておきました。鳥羽さんに対して言ってたりとかね。あと、ここですかね。一番得してるのは、鳥羽シェフなんじゃないですかね、と。あれを、暴露したのは、キャンドル・ジュンさんなんでしょうけど、みたいなこと言ってるのと、一番痛手を食ってんのは、キャンドル・ジュンさんですからね、と。広末さんの旦那って以外にセールスポイントってないわけですから、これ必死になって、ここぞとばかりにアピールするっていうふうに言ってたんですよ。要は、キャンドル・ジュンさん、誰よお前って感じだと。ホリエモンが言うにはね。だから、広末さんの旦那という肩書きで食ってるわけだから、広末さんがいなくなったらキャンドル・ジュンさんの、存在価値はなくなるみたいな。だからこんなに必死になってんだ、みたいなことを言い張ってるの、最初。だからもう損してんのはキャンドル・ジュンで、一番得してんのは鳥羽シェフみたいなことを言ったんですよ。なんかそこはどうかなっていうふうに僕は思ったんですよね。キャンドル・ジュンさんは別に得とか損を考えてないと思ったんです、あれを見てて。あれ、家族だからですよね。家族として自分がやるべきこと、言うべきことを言いに出てきてるんですよね。で、ホリエモンは損得で物事を考えたり、あと合理的だとか非合理的だとして物事を見てるんだと思うんだけど、キャンドル・ジョンさんはそういう面では見てないですよね。特に家族のことって合理的とか非合理的とか、損だ得だじゃないじゃないですか。ね、自分の親とか自分の子供って、
徳田損田で育てないですよね。やっぱり家族っていうのはそこを超えた部分があるわけだから、損得勘定で家族との家族ってのはいないし、そもそも家族といるってことは手間だし、損することが多いですよ、もちろん。でもそれは損だと思うことはまずないですよね。ホリエモンっていいことを言う時もあるけど、今回のやつはなんかこれをここにその損得勘定に当てはめるっていうのはものすごく無理があるなっていうふうに思ったんですよね。キャンドル・ジュンさんは別に損得勘定でこれはやってないですよ。あれを見た感じって僕はそう思いましたけどね。むしろ損得勘定でやってるのは、そうですね、鳥羽さんですかね。鳥羽さんはもう冷めたっていう話ですよね。ある、もう新しい記事だそうですね。鳥羽さんは、やっぱ、まあ、なんだかんだでもう引き始めたと。広末さんがね、あとメンヘラだってことももちろん分かったでしょうし、いろんなね、めんどくさい、キャンドル・ジュンさんが出てきて、いろいろめんどくさいこともあるじゃないですか。ここですかね。広瀬さんは有名人で目立つことも一因はありますが、大きな理由は別にあります。はじめは夢にまで見た状況に舞い上がっていましたが、家族や仕事など現実を失う恐怖心も湧いてきた。その結果、鳥羽さんのことが好きで好きでたまらない広瀬さんの気持ちがだんだん重荷になってきたのです。しかし、憧れの人が好意を持ってくれている状況で適当にあしらうことはできない。そこで表向きはマスコミ対策ということにしたのです。ということで、広瀬さんの気持ちを鳥羽シェフも受け止められないと。まあ今実際に損得って思ってこれも言ってるけど、いや鳥羽さんだって相当な損はしてると思うので、仕事をね、ボコ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 失いかけてはいますよね。それを考えたら僕は一番損得って考えたら、ね、損得って考えることではないのかもしれないけど、広瀬さんが一番損したと思います。広瀬さんは大事な家族を今失おうとしてるし、好きだ好きだってあれほどまで好きだって言った鳥羽さんにも逃げられようとしてると。事務所も呆れ返って、多分今後仕事も多分来なくなりますよ。ホリエモンはネットフリックスばっか出てけばいいって言ってるけど、ネットフリックス僕見てるけど、ネットフリックスそんな仕事ないっすよ。言ってても。ね、地上波みたいにボンボンドラマ作んないっすもん、ネットフリックスって。ね、ネットフリックスばっか出てれば食えるってことは絶対ないですよ。で、その中に広末さんが選ばれるっていうほど広末さんが評価されてるかって言ったら、そうでもないですしね、と僕は思うしね。って考えると僕は広末さんは一番リスクを抱えてんじゃないかなと思います。まあ、そっちね、スポンサーは離れるのは当然だろうけど、普通に仕事発注するのもきつくなってきてんじゃないかなと思いますよ。